皆さんおはようございます。今日はね、6月9日今朝の4時46分です。幸せの時間をねちょっと過ぎてしまいました。朝日もね、雲の間からちょっとだけ顔を覗かせて、でまたね雲の間に入って、でまた今出てきましたね。今ね綺麗な朝日が見えてます。もうだいぶね高さが上の方になっちゃいましたけれど、ハーマもね、実は昨日ライブが終わってすぐに爆睡しまして、今日は夜中目覚めなかったですね。いつも夜中1時とか2時に目が覚めるんですけど、でついさっき目が覚めて、で大慌てでね、まあ、少し雲の切れ目があったので海辺へ出てきました。今日はね今のところ風もないですし晴れてますから、ひょっとしたら夕方にかけてねいい天気の一日になるのかもしれません。土曜日なんでね休日の方も多いと思うんですけれど、梅雨のね間の晴れ間の休日、台風もなんか来そうなんでね、ぜひ皆さん有意義にお過ごしいただければと思います。今日はね取り立てて何のトピックも実はなくて、っていうか寝起きでぼーっとしてね何も考えてないんですけれど、最近いろいろ話したことの中で、まあ、リスナーの皆さんからね、まあ、人によってね、キャパシティというか、まあ、辛いことに立ち向かっていくとか、まあ、いろんな意味でだと思うんですけれど、人によって受け止めることができる大きさは違うからどうしようもない、どうにもならない人だっているんだよって、もちろんそうだと思うんですね。ちょっと私自身がねその方のちょっと言いたいことをちゃんと把握してないからなんですけれど、いくらねいい方に物事を考えようとしても人によってはねなかなかそうはいかない人もいっぱいいるよと、それは人によるからって、そういう話だと思うんですけれど、もちろんそうなんですよね。ですけれどね、そこで一つ立ち止まって考えてほしいんですね。もちろんそうなんですけれど、赤ちゃんだってね最初からねちゃんと生まれてきてすぐにね直立不動でシャキッて立ってね、お母様産んでくださいましてありがとうございますなんて赤ちゃんはいないんでね、で人間もねやっぱりよちよち歩き、でいくつになってもねいろんなところで新しいことを始めれば、人はみんなよちよち歩きから始めなきゃいけないんですよね。だからもちろん人によってね受け止めることができる大きさももちろん個人差はあるし、最初からねいろんな困難に立ち向かうときに最初から完璧な人なんてほとんどいないんですけど、だからみんなね最初はよちよち歩きなんですよね。ですけれど、まあ、立ち向かうという言い方はあまり私は好きじゃないんですけれど、何かね辛いことや悲しいことがあったときに諦めないでね、ちょっとずつでもいいから考え方やね自分自身のその取り組み方、まあ、取り組み方じゃないんだな、まあ、考え方を変えるだけでね随分楽になることっていっぱいありますんで、最初から真正面からね受けて立つんじゃなくて、ちょっと横にね真正面から向かってきたらね、まずはちょっと横に避けてね、それで相手のね推しとか、まあ、人生でもそうですけど嫌なこととかがね
ある時にそれに真正面から立ち向かっていくんじゃなくて、ちょっと横にね逃げて、でもそれでもちょっと待ってね、ちょっと待ってねって、まあ少しずつその大変なことを押し返していけばいいんだと思います。まあ押し返さなくても逃げたっていいんですよ、何度も言うように。でも俺は逃げてるわけじゃないんだよって、今はしょうがない。そこをやってるうちに、いつまでも逃げてるわけにはいけませんから、立ち止まることがやっとできてね、またじゃあ自分の方から歩いていこうかっていうふうにできるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね取り留めのない話になってしまいましたが、なぜかというと寝起きだからですコーヒーも飲んでません、カメラのバッテリーもなくなったのかな、取れてるかなこれ。まあそんなわけで、皆さん今日も一日元気にいってらっしゃい。